ちは。一般社団法人体力メンテナンス協会の福田舞子です。皆さん、最近体力が落ちたなぁと思うことありませんか？筋肉がもりもりついている状態と体力があるということは別物になります。体力がある状態というのは、やりたいなと思ったことに体がどんどん動いたりとか、あとは疲れにくい、疲れがたとえあっても素早く回復する状態のことを言います。どんなに栄養がある食べ物を食べても、休日にゆっくり休んでも、なかなか気力が湧かなかったり、体がだるい時は体力不足が原因かもしれません。体力をどんどん作るためには、しっかりと酸素を体の中にたくさん取り込み、体の中でエネルギー物質を作り出すということが必要です。そのために有酸素運動が効果的です。そこで私たちが推奨しているのが、このバランスボールを使った有酸素運動です。バランスボールを使った有酸素運動は、もともとリハビリに使われていたので、膝や腰といった関節に負担が少なく、また室内でできるので、気候に左右されずに運動することができます。運動が苦手な方も気軽に座って弾むことで呼吸数を上げて運動することができますし、ご家庭に赤ちゃんがいたり小さなお子さんがいる家庭でも、赤ちゃんを抱っこして弾むこともできます。その際はしっかりこのお子さんの後頭部、首がグラグラしないようにしっかり支えて、自分の体に密着させて弾んでみてください。お腹の中にいた時と同じ揺れと言われていて、お子さんの寝かしつけにも使えます。はい、それでは実際にバランスボールに座ってみましょう。ボールに座るときは、ボールの真ん中に座っていきます。そして姿勢が大事です。姿勢のポイント3つありますので、ここを押さえて弾んでいきたいと思います。まず1つ目のポイントが足です。足は腰幅よりも少し広めに開きましょう。そして膝が内側に入らないように、膝はつま先と同じ向きになるように少し外側にしていきます。そしてかかとがボールに近くならないように、足はなるべく遠く、目安としては上から見た時に膝の前につま先が少し出るぐらいがいいです。2つ目のポイントは骨盤です。骨盤は後ろに倒したり、後ろに倒すと猫背になります。前に倒したり、前に倒すと反り腰になります。せずに床に対してまっすぐ垂直に立てていきます。そして最後のポイント3つ目が肩です。肩は耳よりも後ろ、一番下なので、その状態でくるっと回してストンと下ろしてみてください。 OK です。そこの状態が本来の骨格の正しい位置です。この姿勢をキープして弾んでいきます。また日常生活でもこの姿勢をキープすることで、肩こりや腰痛などの不調も減少しますし、あとは余分な脂肪も落ちやすくなっていきます。はい、それでは実際にボールの上で弾んでみてください。バランスボールは有酸素運動ですので、ジョギングや水泳と同じです。呼吸をしっかりしていきます。呼吸は吐く息に意識を入れていきましょう。しっかり吐いて、そして口角を上げていきます。人は口角を上げると脳が楽しいとかハッピーというふうに勘違いしていきますので、ぜひ口角を上げて始めてみてください。そして慣れてきましたら、お尻がバランスボールから浮くぐらいしっかり始めていきたいと思います。はい、 OK です。このようなバウンスをだいたい3分から5分ぐらいすると、呼吸数も上がって心拍数もどんどん上がって、気軽に手軽な運動をすることができます。ぜひ皆さんやってみてください。次回はさらに弾みながら足や手を動かしていきたいと思います。ぜひご覧ください。